テルです、えー。テルのビジネス大学へようこそ。えっ、ー、とね、資産運用で言うと、まあ,あ、株はね、と、それから不動産、で、あとブログ、YouTube、アフィリエイトってことですけども、えー、実際に、あの、不動産についてはね、まあ、最近、あの地方で言えば、まあ、500万、500万ぐらいの、まあ、の古屋投資で、 首都圏だと1000万くらいで冬は投資という、ね、あの、都心はもう無理ですけど、神奈川ね、埼玉、千葉。で、その奥だともう少し安くなるというのをね、お話ししましたんですけども。株もね、初心者向けに、今までは、あの、リートがいいとか、インデックスファンドがいいとか、AGG がいいとかね、それから、そう。 えー、インデックス世界投資がいいいとかねいろいろ言いましたけどまあ5万円ぐらいでねいろんな優待株買ってでじっと持っててその株の移動を体験するというのはちょっとどうかなということで今回ちょっとね、えー、ちょっとまとめてみました。えっとねまあ初心者ねインデックス投資がいいって言うんですけども。 まあ少ない金額で10万とか20万くらいではね、あんま儲かんないですよね、こんなの買ってもね、ネット証券で。ノーロードの楽天世界インデックス、全米インデックス、ね、先進国インデックス、先進国 S&P とかね、これあの、私なんかもうファングのやつを入れてね、あの、楽天ポイントでね、楽天証券で買ってるんですけども、もう3000円とか1万円くらいだとね、 もう儲かんないですよねそれだったらまだねダブルインバースで、えーねあのー、ポチポチってやっとくと300円とか抜けたりできるんであのそっちの方がいいかもしれないですね。で、えー、だといってこのインデックスやっててもそん全体分かってもね個別よく分かんないじゃないですか。で個別でっかくやるとやられるし信用でやっても危ないんで。で現物で持っってて、えー、ちょっと あの一,一株でで優待それで、優待の権利もらったら、まあ、それメルカリで売ってもいいんでしょうかね、まあ、そういうちょっと面白いじゃないですか。で、持ってて、えー、茶道をね、勉強したりとか、その一株において、その株がどんな動きをするかとか、そういう初心者向けにね、いいんじゃないかなと思って、ちょっとひ、ね、らめきまして、それをちょっと取り上げたいと思います。ねインデックスだと300万ぐらいないとね、面白くないし。 個別メガネの動き、チャートの勉強にはあんまりなりませんよね。で、まあ、おすすめがね、この優待株投資。しかも、初心者には、一株優待株投資と。ね。優待株投資も、金額があると、えー、買った途端に下がったりね、優待が終わると、暴落したりしますんで、まあ、それは一株でも問題ですけど、まあ、全部で5万ぐらいですから、いいでしょう。ということでね。全部買っても5万円です。で、松井証券。 これね、私、アフィリエイトしたいと思ったんだけど、これね、私、受からないんですよ。受からないのかな確かダメなんですよ。だからね、なかなかね、池谷さんなんか、この、要するに、えっと、アフィリエイトやれって言うんだけど、その、池谷さんみたいな、あの、加入者がいれば受かるけど、我々みたいな、しょぼしょぼブロガー、アフィリエイターはね、ダメなんですよ。まあ、それは関係ないですね、ここではね。で、松井証券手数料いりませんいや。10万までが無料なんで。 で売り買いもね、売りあのえー、手数料かかりませんということで。で、早速ね、一株、有体株。これはあの3月とか9月のね、えー、ほとんどです。で、まあ、3月になってからね、買ってもいいと思うんですけども、まあ、ウイルスで下落の時は買うチャンスですよね。なんか、でも今日なんかガーッとまた戻ってきちゃってるんですよね。でね、これ、あの、えっ、ー、と、 とヤフーファイナンスかなんかの。で調べてもらいたいんですけど、4538ケミファって,って入れて、それどういう業種,業種か、どういうチャートか、人、えー、株当たり配当金がいくらか、PR はどうか、ね、そういう、あとはあどんな会社かっていうのをよく調べていただいて。で、松井証券に入ってると、確か楽天証券だったかな。であもうみんなそうかもしれないけど、指揮法が見れるんで、す、法でね、内容もよく見て、勉強してください。 でね、これは優待内容ね。自社ヘルスケア商品優待セールだから、これ。無料じゃないのもんですよ割引とかそういうんじゃないかな。これも調べてくださいね。テルモ。これ自社製品の優待販売。これも似たようなもんですな。それから三菱マタリアル。これも割引サービスですね。ただじゃないんですよね。で、ニこれ高カード500円だから。これいいですよね。一株でね。だから、堺ね、引っ越しセンター。これお米5キロ相当。これ これってあれじゃないですか、これメルカリで売ればいいんじゃないですかね。お米はだけど、食い物はダメかな。そから京セラで。これも自社,自社製品とかサービスの割引券というのは、これも内容もね、確認していただいて。利口。これは壁掛けカレンダーだからいいんじゃないですか。カレンダー9月にね。から松風っていうのは、これ歯磨きとかね、優待歯、科学的っていうので。から JBR。J これ、キッザア,アの優待割引らしいですね。これは、もしかするとメルカリで売れるかもしれないですね。からに、NEWAF って、これ、ジュエリー割引優待カードだからこれ、これだけど、欲しい人はね、これ売れるかもしれませんね。あ、これ余計なやつ、二重になっちゃいましたね、これ。これカットしておきます。それから、富士天気。ね。これはカレンダー。だから、カレンダー欲しい方はね。うん。それから、上新天気。 買い物券。これ、これいいですよね。本当かな、ほらな。割引があるのかな。これちょっと確認していただいて。これ、日産、日電、日本電気産業。これはね、オルガンオル館ンってこれ多分箱根かなんかだったかな。遠いんですけどね。これ無、無料入館できるってやつ。まあ、あの、向こう行った時にね、あるいはメル,メルカリで売ればいいんじゃないですかね。山田コンサルタント。 これはなんか本がもらえるんですよねこれもメルカリと売れますよねそれからクラレオリジナルカレンダーこれもカレンダーこれも売ろうともに売れますよね早めにもらって早めに出していということでね購入は自己責任でお願いします責任持てませんそれから内容も変わることがあるし間違ってる場合もあるし、えー、ね、あの急に辞めたりすることもあるんでちょっとがっくりしちゃいますけどまあ、そういうことも含めて勉強なんですよ だからあの優待株買いましただけど優待の内容が変わったってことで株が急落したりそういうのを体験してもらいたいんでそれから優待やってもらった方がいいと思うんですだから優待をする前の優待、えー、人株優待っていうねことをしながらのチャートも業績も、えーね、指揮法もまあいろんな勉強しながらですねこれやるのがいいんじゃないの。これ私もね、えー、これ買おうと思ってます まあね3月入ってからかもう今から、まあこの暴落してる時きねちょっと戻ってきちゃいましたけどうんまあとりあえず金曜日の夜は金曜日はあみんなあの買ってたあの売りから入った人が全部あれしますし買った人も買い戻ししますし買,買,あの買った人は売,る売りますしね、えー、どうなるかねまあでも株を連勝するには5万円でねいいんですから。 私なんか10万円で、あの、ディーリング練習して溶かしちゃいましたから、もうそれからもう、え自由におえあの株やらせてもらえません。まあ、リートはね、なんかあの、リートはあの全然問題ないんですよ。これ、リートって、ま、もう面白いもんで、あの、インデックスファンドみたいなほとんど動かないんですよね。だけど配当はもらえると。まあま、あそれはまたリートの話は別にしますけど。ということで、今日は初心者向け、ね。 初心者向け5万円優待株投資のおすすめというのをごしました、えー。ということで、ビジネス大学へようこそということで、ビジネス大学に登録していただきますと入学できます。ではまた次のビジネスを、ビジネス、次の話題をお,お楽しみということで、以上です。